教えてどういうわけおかん。お前口の中になんか入ってんだろ。ごめん、たこ焼き忘れた。前野くんが演じている道場敦といえば教官です、はい、教官といえば我々に正しい情報を教えてくれたりいろいろな手本を見せてくれる存在ですということで道場を演じている前野くんにいろんなことを教えてもらったりいろんなことの手本を見せてもらうというコーナーです、教官なら出てきて当然うまくいった場合は何もありません、はい失敗したらセンブリ茶はい、はい、ということでねいやもうやだなあかんないやもういろいろありますよありますね頑張ってもらいたいんですけど頑張りますけどなんとね今回ね、うん、すごくね、うんなんだろう なんて言ったらいいんだろう興味深いというか、はい、ここすごくね好奇心旺盛な方がいて、はい、今回ね軽川のね広報さんが、うん、どうやらセンブリ茶飲みたいって言ってマジですかそう飲みたいって言ってきてくれてるかだから前のやったよ今日飲まなくていいんだよ本当にいっぱい失敗できるってことそうだからいっぱい失敗恐れずに責められるってこと今から広報さん入ってくるからマジで入ってくるからそう入ってくるからここね広報さんが、うん、もし前のが今回ちょっと道場っぽくないなってなったら候補さんが全部飲んでくる候補さんが自分で判断して自分で飲むんだなんだよそのコーナー全部飲んでくるからスタッフ泣かせたらこれマジではいいらっしゃいはい入っといて確かにでもさっきねあいらっしゃいませはいいらっしゃいませはい飲むって言ったんですけどいやいやいやこんな形で参加していただけるとはいやいやいやいいですねコーラーコーラーねちょっと好奇心でじゃんはいはい自己紹介してくださいあいいですか今しゃべってはいここで角川書店で都市間戦争革命の翼、宣伝を担当させていただきます清水と言いますはいよろしくお願いしますはい清水さんいや今日はねよくいらっしゃいましたじゃあちょっとねグラスじゃあちょっと一杯入れていただいてよくいらっしゃいましたちょっといいのかなこれはいというわけでね、独身理論へようこそ。乾杯。すいません柴さん。おっと。さあということでね、はい、今回もね楽しくやっていきましょう。そうですね。はいまずはこちら。何？前の言っとくけど今日はどんだけやっても清水さんが飲んでくれない、うん、いいでしょう攻めましょうはい行ってみよう攻めましょうはいラジオネームアルジャーノンさんからいただきましたついに劇場版で道場教官といくちゃん手塚と柴崎に恋愛面で進展があったようです、うん、そこで道場教官教えてくださいなんだ恋愛で一番初めに緊張する場面、うん、初キスの感想を教えてください、うんぜひ頑張れ手塚くんも一緒にやってくださいなるほど、どんな下ネタ的な感想でも構いませんガチな感想をお願いしますとなるほどはあ、はあ、うんははいいですよ今日はもう手塚くんもやりますよいやいや何でもそんな清水さんが一肌脱いでくれるなんてねそんな風に言うなんて言うんだったら初キスの感想ですいやこんなお二人なら朝飯前ですよねまあ、まあ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 そんなキャラだったらまあ本当に朝飯前どころか朝おなちょっと前ですよ本当本当ですよそうだね本当びっくりお前それあかんだろそんな検閲だ検閲だもう全くいやもうね本当全くの話でございますよ全くの話でございますじゃとりあえず道場教官のまずは初キスの感想はお答えこちら、報告しますいいけどさ素晴らしいちょっと待ってちょっと待って何何何今いいけどさ、うん、これ今の話ラジオで言っていいかネタバレになっちゃうかもねわかんないけどね今のは完全にアウトですよ、うん、ほんと清水さんダメだよそれは今のはでも検閲かな今の検閲いいこと言ったんだけどねあかんあかんかマジで流してっていう内容次ちょっと内容に触れちゃったお前ちょっとお前俺の酔いが軽く冷めるぐらい本気のあっちゃいい本気の言っちゃいけないやつ言ったじゃねえかいけねえついやっぱりもう清水さんちょっと飲んじゃってよごめんなさい清水さんいただきますほんとでも道場になりきったら多分ああ言うかなと思ってえいやーいかんねえいかんすねちょっとじゃあ手塚くんだったらなんていうのかなあ手塚くんだったらこう言いますよ、うん、はいじゃあ手塚くんの答えですこちらあもっとしてくれないかまあまあいいじゃないですか。なんかね、ちょっとまあちょっと言ってますけどね。してましたからね。まあここは難しいところだけど。まあどうですかね。どうですかね。ああまだいいです。まだ大丈夫です。ああそうですか。いいですか。いいらしいですよ。あちなみに前の鈴木本人はっていうのは順平氏から出てるんですけど、じゃあ前の氏のお答えはこちらですよ。中毒じゃダメだ。
いいですか。いやだってそうなるんじゃないの。なるね。なるなるよ。シューだけで我慢できない。清水さんダメだってそんなこと前のに言わしちゃ。ほんとダメだよ。キスだけで我慢できなくないだって。だ、ま、我慢無理だな。初キスでしょ。初キスですよ。はい、あ、まあ初キスじゃなかった。なんかすいません、ね、小さくオフでうえって言ってますね。そんなに美味しくない。そうか、好きすぎ。じゃあタクさん、まあ、じゃあ俺、うん、俺は次は下入れていいよね。お前それは達人の、それは達人のセリフだろ。達じゃねえよもうそれも。かっこいいと思います。これはこれは、あ、これもいい。あ、これもまだギリいけるだ。ギリか。あー、いったね。あ、じゃあ次行こうか。次これギリの大事。じゃあ次こちら、こちらですね、ラジオネームちなみさんからいただきました。ありがとうございます。道場教官哲学君、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は大学受験を控える高校3年生です、はい、毎日毎日勉強に追われる日々に少々疲れ気味で、3月まで耐えきれるか不安です、うん、そこでそんな受験生が辛くなった時、思い出してまた頑張れるような、そんな励ましの言葉を教えてください。道場教官の熱く優しい言葉、手塚くんの不器用だけどまっすぐな言葉に期待しますと、うん、あー、こう受験生が辛くなった時に頑張れるよっていう励ましの言葉、うんうん、こういうのは大事ですな。大事だな。そう、もうね、道場にしても手塚にしても、うん、様々な難関を飛び越えての、うん、この図書体でございますから、うん、あー、もうこれは簡単だね。そうだな、すぐいけるね、うん、さあ、というわけで道場教官のお答えはこちら。俺が見ててやる、限界までやってみろ。おー、はい、おー、ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。これはオッケーだろ。これはオッケーだ、ね、じゃあここはもう手塚くんもバシッといけるだろ。バシッとな、うん、じゃあ手塚くんの答えです、うん、こちら。ここで頑張ったらいっぱいお金が稼げるぞ。違う違う違う。あ、違った。あ、違う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 。あれ違った。違っちゃった。あれ違った。まさかの間違い。あれ違っちゃった。あれ違っちゃった。まさかの手塚くん失敗だ。あ、手塚くん違った。俺こっちじゃなかった。そっちじゃないや、手塚。まっすぐじゃない。あ、もう締めさすいません。ちょっと飲んでいただいて。それじゃねえんだよ。マジで。もう前野さんすいません、いつも。いや、ほら、そうなんだって。だから本当にちょっとね、こんなまずいの毎回飲んでんだから。ちょっとね、清水さんがね、涙がこぼれました。そうなるよ。いや、来てますね。意外。じゃあお次行きましょう。はい、お次こちらですね、ラジオネーム呼び捨て希望、サラからいただきました。ありがとうございます。漫画とかでありがちだと思うんですけど、うん、彼女いるのは分かってるんですけど、一回だけ思い出くださいって言われた時、なんて返しますか。道場教官教えてくださいっていう、こういうのってやっぱり男の人は困るものなんでしょうかっていうことね。これもしかしたらサラはなんかこうやって言った経験があるんじゃないか。ほらね、うん、こんなことを言うね、うん、言うってことは彼女いるのは分かってるんですけど、一回だけ覚えてください、うん、さあ、言われた時の道場教官はどうなんでしょうか。お答えはこちら。自分はあいつ以外考えられませんので、すいません。かっこいい、かっこいい。ありがとうございます。じゃあここは手塚くんも言いますよ、うん、はいはいはい、手塚くんの答えはこちらです。悪い、好きなやつがいるんだ。そうですね。なあ、こうなるわけよ。大事な答えですよ、ね、じゃあ前のが言われたらこう言うぜ。お答えはこちら。いいんですか。いいんですかだよ。いいんですか。ちょっと下から言ってんだよ。いいんですか。ちょっとみんな覗き込むような感じだよね。いいんですか。いいんですか。言わないよ。いいんですか。いつもの前の清水さん、ダメだよ、そんなこと言わしちゃ。ほんと、それはやっぱり女性のね、そういう思いを無限にもできませんよ。ほんと、そんな無限にできませんよ。ねえ。すごいね。待って、タズだったらなんて言うじゃん。俺だったら、うん、タツくんの答えはこちらです。お前、信じられねえ快感をすることになるけどいいか。かっこいい。
カンペダメだ、カンペダメだもんこれ。ダメか、だって彼女いるでしょ。だってそう、彼女がいる、彼女いるのにも、だからもうぶっちゃけ彼女にできないことをする、うん、最悪だ、最低だこれマジで、最低だ。だってだってさ、だってさ、ぶっちゃけさ、うん、もうその、まあ、その準備ができてる状態で来てるんでしょ。まあそうなるかな、でしょ、まあ、分かってるんだけど一回だけ思い出が欲しいんでしょ。相当思い出になるような相当アクロバティックなプレーを相当アクロバティックをやるんですね。本当ですよ、アクロバティックですね。あ、最低って言ってる。いやいやいや、レッツパーリーって言ってるんですよ。本当ですよ、そんなアクロバティックプレーダメだよ。じゃあちょっと次行きましょう。はい、行きましょう。はい、こちらはですね、ラジオネームトーテムさんからいただきました。これ男性の方ですね、はい。もしも万が一、うん、彼女と初めての夜の時に、うん、小物だなと笑われた時に何と返せばいいのかよろしくお願いします。小物っていうのは、何があれなんですか。はい、なるほど。あ、これは男性としてはこれだいぶショックな出来事でございますからね。いや、トーテム、もしもじゃねえだろこれきっと。しかもこいつさ、もしも万が一とか書いてあるから2回言ってるから絶対言われたから、ね、絶対これね、トーテム言われてるし、これ絶対トーテム1回、小物だなって、うわ小物だねって言われてるわけですよ。でもこれに対してのこう返答が欲しいんだよ、うん、なるほど。それに対しての道場教官のお答えはこちら。昔はすごかった道場教官もね、もやっぱ年がね、まあ、ね、年ちょっとずつね超えちゃったから、ね、よくさ、あの、うん、みんな知ってるよな、あの、こう、あのパーの、パーのね状態で横に開いて、こう親指が10代、20代、30代、40代、50代とか言いますからね。言いますよね、これ昔は。10、20、30だから中指のあたり、中指ぐらいですね。だから、ね、中指のところって、まあ、平行線ぐらいですかね。まあね、直線ぐらいですかね。ね、直角ですなっていう。直角です。90度ここで測ろうみたいな感じになっちゃいますからね。そうですね。ふんってね。ふんってなっちゃいますから、ね。そうか。まあ、じゃあ、だとしたら前ののお答えはこちら。うん、もっと頑張るよ。お前さ、お前なんで言うときにさ、若干腰をカクカクさせた。もっと頑張るよ。みたいな。来い来い来いって。うわ、これやばいね。これあかんか。これはあかんかったな。これあかんか。これはあかんかった。清水さんダメだよ。これあかんかったな。これはあかんかったな。でもこんな言われたら立ち直れなくない？立ち直れる？いやー無理だなぁ、うん、タツだったらなんていう、もしこれ実生活でタツは言われることないだろうけど、いやー言われた怖いですよ、言われたら、言われたことあるよ俺そんな髪型いらない言われたことあるよ俺。じゃあそんな時にタツくんはこう言います。どうぞ。こらー、ギだけはすごいからならいいかも。なら許せるかも。そこで頑張るからみたいな。ならいいかも。付属物でね。そう。オプションで頑張るから。オプションね。おまけで頑張っからみたいな。いいんじゃないかな。逆にこっちをおまけだと思ってくらいの。そうそう。逆なんだよ。本当。本番がもう前期みたいなもん。これはもう本当、俺マジで友達の話なんだけど、うんうん、ただ俺これは俺の経験だと思われてもしょうがないんだけど、うん、でもこれ一応本当マジで友達の話なんだけど、なんだけど、一回、うん、その人が、うん、こう海外の人と、うん、なんだろう、合体するときがあって、なるほど、はいはいはい、その合体するときに、はい、もう合体してるのに、うん、早く早くってまだなのって言われた。気づかれなかったんで、うん、ずっと自分的にはもうインしてる状態なのに、なるほど、まだなのって、うん、俺はカームって言われたらしい。それはどっちがあるか分かんないねどっちがあるか分かんないね。どうしたらいいんだろうってなって、うんうんうん、寝たって言ってた。そうなるよね。だって異物が入ってるのに気づかれなかったってことでしょ。そういうこと、そういうこと。それはショックだ。それはショックだよ。大変なことでしたよ。大変ですね。有識事態ですよ。有識事態ですな。ね、やっぱ今回はここまでです。もう一丁いきますか。もう一つ。もう一つだけいこう。もう泣きの一枚でございますよ。もういい加減これでちゃんとしてほしいっていう。そうだね。で、ちゃんとしてほしいのよ、このメールが。すごいぞ。何？ラジオネーム、リアル佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですが、はい、今、遠距離中の恋人がいます、はい、あ、この人女性ですね、ちなみに、はい、毎度彼から、うん、押し倒してほしいや
攻めてきてほしいと言われるんですが、うん、恥ずかしいやら何をしたらいいのやらで実行できずにいます、うん、そこでズバリ、うん、男性はどんな風なことを言って、どんな風に攻めてきてほしいのでしょうかと、あ、これは多分ね道場手塚じゃないね、俺らだね、俺らだね、俺らだね、うん、どんな風なことを言って攻めてきてほしいと、攻めてきてほしいか、どんな風に、うん、どんな風にか、うん、なんだろう、な、ある、なんかそういうの、どんな風にか、うん、あるなあ、あるか、あるなあ、あるんか、うん、ちょっと待って、俺ちょっといろいろ考えるためにちょっともう一本飲もう大丈夫かんとにお前、うん、お結構飲んでるぞ、うん、うん、何をしたらいいのだ、どんなことを言ってどんな風に攻めてきてほしいか、どん、ちょっと待って、俺言ってほしいことを今限定するわ、うん、いっぱい出すぎてる今、うん、いっぱい出てきてる今、うん、どうしようかな、これちょっとお時間もらっていいですか、これちょっとお時間もらって、そんな考えることなの、ちょっと俺はお時間欲しいですね、すごい、そんなに考えることな、ちょっと真剣に俺考えるわ、なるほど、うん、うん、俺は多分これ言われたらもう分かんな、マジで、うん、あ、ほんと、うん、ちょっと俺考えるわ、マジで、なんだろう、なんだろう、うん、あ、うん、オッケーオッケー、はい、あ、じゃあとりあえず、うん、じゃあもう先に思いついた、うん、はい、前野の方からいきましょうか、うん、じゃあ前野くんのお答えはこちら、おっぱい押し付けて上目遣いでしてって言われたらもう我慢できない、ね、我慢できない、あ、我慢できないね、これあかんよ、あ、ほんと、これあかん、あ、じゃあ俺ね逆に俺女性攻めの状態で、うん、考えてた、あ、なるほど、うん、それで行くんだったら、うん、あ、俺こうだなっていうのが出た、聞こうか、うん、じゃあ鈴木くんの答えはこちら、ちゃんとしてほしいことを言ったらそうしてあげるねって言いながら、うん、手塚を舐められるお前リアルすぎるだろマジで、お前ちょっとリアルすぎるよ、ごめんごめん、ちょっとあの後半検閲入っちゃったけど、検閲だよもう、絵が、ね、絵が浮かんできたんだけどなんかもうリアルすぎて、ごめんごめん、ほんと手塚な感じですね、ほんと、あ、せっかくなので清水さんは、え、なんと言われて、とんだとばっちりだよ、攻められないですかっていう、とんだとばっちりだよ、攻められたい派、攻めたい派、これ大丈夫ですか、これあの、オンでオンで、あの角川書店さん的な、いやこれやばい、攻められたい派ですこれやばいっすよ、これこれやばいな、来たよ来たよ、前のに続く M が来たよ、攻められたい派ですけど、ってことは M だから、はい、攻められ慣れてるから、慣れてないだろ別に、逆に、うん、その攻められた時の一番自分がグッときた言葉とか、うん、グッとくる、うん、あるわけですよ、うん、ってことだから、うん、その一番攻められた時にグッときた言葉は、うん、お答えくださいね、はい、ってことで清水さん、お答えどうぞ、静かにして。静かにして。会社に行けない。声でかかったんだね。こんだけ。ってなってたね。みたいな。でしょ。ちょっとまあわかりませんけれども、まあそういうことなのかわかりませんね。うわー、惜しい。どういうことなんでしょうね。あー、惜しい。静かにして。これやばいね。相当叫ばれてた。相当叫ばれてた。あー、日本人みたいな。今日やばいね。検閲がアホほど入ってる。今日わかんない。今日ほんとアホほど入ってる。わかんないね、これ。なんかね、途中までね、楽しそうな顔してたディレクターの顔がね、だんだんと冷めてきてる。これちょっと、これあかん感じだね。やばいだぞ。これ、シラフの人聞いたらあかん感じだね。ほんと。これあかん感じだ。その向こうのスタッフが、判定的には罰だけど、正解って言って。正解です。ほんと。正解だ。ああ、おかしかった。というわけでね、皆さんも道場教官に教えてほしいこと、手本を見せてほしいことなどを思いついたら、どんどんメールを送ってくださいね。以上、設定道場教官でした。教えて道場教官、はい、前野くんが演じている道場アツシといえば教官です。教官といえば僕たちに正しい情報を教えてくれたり、いろんな手本を見せてくれる存在です。できねえ。ということで道場を演じている、前野にですね、いろんなことを教えてもらったり、いろんなことの見本を見せてもらうというコーナーでございます。やだよこのコーナー。教官なのでできて当然、うまくいった場合は何もない。しかし失敗するとそのためにみんな大好きセンブリ茶を飲んでもらいます。おお、よっちゃでいいよ。
多いお茶がいい。それ普通の飲み物じゃねえか。多いお茶でいいよ。でもね、今日はね、またスペシャル会なんだよ。またやっちゃうの？なんとね、清水さんがね、前回やらかしてしまいました、ね、やらかしちゃいましたね。かなりやらかしてたじゃないですか。やらかしましたね。そしたらね、上司の人がちょっと待ったと、あの角川はこんなもんじゃねえぞっつって。なんだと？と。角川の営業部を舐めてもらっちゃ困ると。困ると。まあ、広報やってんのがこんな失態をやってるんじゃ、いくらなんでもちょっとメンズが立たんと。立たんと。どんだけ我々キャンペーンやってんだと思ってんだと。なるほど。どんだけ仕込んでんだと思ってんだ。そうですね。どんだけ上映感増やしてんと思ってんだ。その通りです。というわけで千葉さんが来てくださいます。まあ舞台挨拶とかでおなじみですね。おなじみでございますね。公式ツイッターとかでもね、活躍されてますね。もう宣伝部担当の千葉さんでございますよ。ございますよ。いやー、もうまさかのリベンジございますよ。まさかの清水さんの上司にあたる、ね、そうですね、一応課長っていうね、課長ですか、ちゃんとね、役職まである、本当に呼び込んでましたね。なんだかんだで言うと、あの普通に偉い人です。偉い方ですね、角川さんの。そうそう、会社で言うならば、まあ偉い人ですね。偉い方ですね。ちゃんと役職持ってそうですね、なんだろう、生活もして、いつまで説明する、家庭も持ってっていう人が今日は、まあ、人生の成功者と言える、あ、そうですね、成功者ですよ。成功者ですよ。本当ですよ。人生の成功者と言える。しっかりと仕事もできて。できて、家庭もね、家族も持って。娘さんもね、ね、いるのでという。本当に娘さん、図書館先生のファンでございます。ファンでございましたね。ね、来てくださいましたね、はい。嬉しかったですけど。嬉しかったですね。フェンシングがすげえ上手いんだって。まあまあ、もう全国レベルっていうことになってますからね。ね、すごくね、全国レベル、ね。すごい話ですよ。何の話ですか、今。つうかさ、なんかこの前の舞台挨拶もそうだけどさ、ね、俺の話じゃどうでもいいんだけど。いやいや、大事ですよ、ね。いやいや、ファミリーもございますからね。ファミリーもね。前回はうちの若いのがなんかいろいろお世話になったみたいで、やっちゃいましたね、清水さん。本当にちょっとね、やらかしましたね。営業部の広報部としての ね、ちょっとなんかこうメンツが保たれない。聞かないでください、聞かないでください。名言を残して帰ってきました、ね。静かにしてとか名言を残してましたね。さあ言っておりましたけどね。ね、さあそんなわけでございました。今回は何いつもと同じですね。はい、前のだったり俺だったりとかにいろいろ答えてほしいことが来ていると、はい。でもなんかスタッフが判定した時にダメだなと、うん、これはもうちょっとやってらんねえぞお前らと、うんうん、何言ってんだっていう時はですね、うんうん、千葉さんがセンブリ茶を飲んで俺が飲むのかよなんで俺なの千葉さんがまた飲んでくれるの、そう、間違えた分だけ飲んでくれるんだ千葉さん、だって俺たちをいつもサポートしてくれる、そうですよね、素敵な人、サポートしてますよもちろん、そうですよ、もういろんな関西までね、もう行ってさ、そうですよ、この3人関西一緒に回ってましたね、あの弾丸ツアーを、そうそうそう、やってるぐらいでございますから、ね、もうあれは楽しかったと思います、ね、そうやってサポートしてくれる人たちはですね、はい、我々のケツも拭いてくれるわけですね、さすがですね、さすがです、さあそんなわけでこんなメール来ております、ラジオネームタツニ大好きからいただきました、お俺も大好き、何、もう中高生ではなく成人して数年経ちますが、私はどうも好きというものが分かりません、特定の男子のことを好きだと思って付き合ってみても相手の方との好きとの温度差が生じてうまくいきません、うん、人として好きなライクや、リスペクトと、うん、いわゆるラブの境界線ってどこだと思われますか、これ深いよ、難しいよこれは、なんかチョイス難しい、読んでってさ、なんかいつもの質問と違う、うん、違うね、これ道場と手塚でやるの難しいねこれね、これどこだ、好きラブの境界線ってどこだと思われますか、ライクとラブってことでしょ、わからないよ、うん、これあどっちからいく、お前から行く、俺から行く、これは何、どっちでやる、誰でやるの、要するにまず手塚道場でやろう、うん、なるほど、あじゃあ俺から行こう、いいよ、あ俺はあでもこれずるいのかもしれないけど、うん、まあ、とりあえず都市間戦争ってところでは合ってると思う、というわけで、手塚の答えはこちら、別冊の2を読めば全部わかる、まあわかるな、わかるだろ、わかるな、これ一番ね丸出てます、丸丸って、うん、丸出てます、ちゃんと、すごいいい感じでできます、うん、道場どうなんだろう、難しいな、道場はね、うん、映画で言うとね、まあさやかちゃんなんていうね、うん、存在もいたぐらい、まあこれはね原作にはいなくこう劇場版オリジナルのキャラクターなんでね、うん、よりそういうところもあったりするかもしれないですけど、さあ道場教官のお答えはこちら、自分が幸せにしてやりたいと思ったらラブだ、おお、なるほど、あいいねと思いますけどね、あ、ライクとリスペクトラブ、うん、じゃないですかね、自分の手で幸せにしてやりたいと思ったら、あこれはここで止めとこうこの答えは汚されほうがいいよ、これはここで止めとこう、この答えは汚されほうがいい、これはね、あの多分ねやめたほうがいい、汚しちゃいけない質問だけど、これもし行くんだったら俺たちは行くところまで行かなきゃいけない
本当に、ね、本当にマジで本当に振り切って全体的に使えないレベルの発言をしないと多分超えられない。バキュンバキュンばっかになっちゃうね。そう、ずーっと大体道場教官これが鳴ってることになるから検査もう大概もうになっちゃうからこれダメよ。あかんねこれね。なっちゃう。ちょっと次行きましょう。次でしょ。次のメールセンブリ書いてございます。この2通続けて紹介したいと思います。何ですか。ラジオネーム、ヒカルさん、そしてラジオネーム、ちはゆりさんからいただきました。ありがとうございます。道場教官、はいはい。僕は今高校3年生で受験生なのですが、やる気が続かなかったり集中できなかったりで全然勉強がはかどりません。わかる。どうすればいいか、教えてください。同じく千葉由里さんも、受験ということで、全くやる気が出ないと、で道場教官と哲学だったらそんな私にどのようなアドバイスをくれますかというね、たくさんもの、受験生の方々から、同様のメール来ておりますと。なるほど。身が締まらないと、頑張れよと、頑張れよって言ってほしいというところで、どういう風な励ましをしたらこの人たちが、頑張れるかって。あ、難しいな。これちなみに千葉さんはそういう受験の経験なんかは。それはだってこの年だから受験はね、もうやれるんやって来てるじゃないですか。そうですね。どうでした、そういう時は。やる気は出ました。どうなんだろうね。いや、結構真面目にやりました。って気がついた時もう遅くない？結構まあ遅い。なんかみんなどうせみんなどうせさ、わーってのんびりやってんだろうなと思って、気がついたら自分のテストだけものすごいそこ差つけられた点数だったりとかするじゃない。ああ、はいはいはい、はい、でみんなさ、してないように見せてんだけど、実は家でこうやってたりするんだよね。ああ、そういうことね。ああ、さ、そんな中、そうそう、やる、そんなもう実はもう遅れ気味なやる気のね、ところでございますけど、かもしれないね。一体どんなお答えが来るのか。まずは道場教官のお答えはこちら。受験が終わったら頭を撫でてやる。まあいいんじゃないですか。まあまあね、まあまあ、まあ、まるでギリかな。ギリかな。ギリかな。じゃあ大丈夫ですか。手塚なんだろうな。手塚って、まあ大丈夫だろう、あるだろう、いろいろ。あ、なんだろう。大丈夫ですか。大丈夫。固まった。ちょっと俺やばいけど、まあ行ってみよう。手塚の答えはこちらです。頑張った分だけ自分に返ってくる。まあせやな、優等生やな。そうだね、優等生やな。じゃあちょっと、まあそろそろ自分たちで行ってみようか。じゃあ前のだったらこんな励ましになりますよ、ドン。別にやんなくても大丈夫だよ。でも意外とそうだよね。意外と何とかなるよ。いや、なんか大丈夫。意外とね。ああ、高校受験とか大学受験とか。そう、大丈夫。俺もだってそうだと。あ、もうめんどくせえからランク落としたもん俺も。わかるわかる。もういいや、安全圏の方行っちゃえみたいな感じ。全然励ましてる。全然励ましてる。自分がそうだったからな。全然いけないね。はい、千葉さん飲んでみよう。俺飲むかいそれで。それも全然励ましてないから、なんとかなるけどね、これ。まあね、意外と、まあ、励ましとしてはダメね。この夏休みなんていうの追い込みない。どうぞどうぞ。いただきまーす。一気にグッド。すごい美味しくなっちゃう。せーの。なんか放送事故になりそうなんですけど、何も喋れないね。いいですね。このでもなんか効きそう。うん、なんか効きそう。確かに線ぶれちゃったね。体にいいですか。これでもあと残るわ、これ。めっちゃ苦いです。じゃあ、タツはどうやって励ますか。俺なんて言うかな。俺、あ、うん、分かった分かった。いいですか。じゃあ、鈴木くんの答えこちらです。どうせいろいろとデビューすんだから。意味が分かりません。意味が分かりません。どういうことですか。深いですよ。デビューとか、いろいろとデビューしますからね。どういうデビュー。いろいろだって高校に入ったりしたらさ、はい、それでなんか受験で頑張って入るわけでしょ、はいはい、頑張って入った人って大概浮かれるじゃないですか。浮かれますね。浮かれて大体浮かれポンチになって、大概あの気がついたら金髪になってたよ。浮かれポンチ。久しぶりに聞いたよ。浮かれポンチな。大概気がついたら金髪になってたよ。金髪になってたよ。そして大学生とかでね、こうやってなんかこう入ったりとかしたら。デビューしちゃいますね。大体サークルが楽しいとか言って。サークル楽しい。こうみんなで遊んじゃって。飲み会したりね。飲み会しちゃって、畜生付き合ってろよ。みたいなね。みたいになりますからね。っていうことになるわけですよ。なりますよ。本当に。まあね、じゃあ次行きましょう。はいはい、なんでしょう。こちらですね、ラジオネームソラリさんからいただきました。ありがとうございます。夏といったらいろいろなイベントがある季節ですが、海やプールでは水着、縁日や、夏祭りでは浴衣を見かけると思います。ほうほう。水着には水着、浴衣には浴衣の魅力があると思いますが、そこで道場教官は水着と浴衣はどちらが好きですか、理由も教えてほしいです、なるほど、これ気になるところですね、じゃあ道場教官のお答えはこちら。浴衣だ。うん、うん、はい、
浴衣だ。理由は浴衣だ。浴衣だ、浴衣。な、理由なんかねえだろ、だって。浴衣だろ。なんで浴衣じゃないの千葉さん、俺飲むの？なんで？え、でも俺も浴衣だと思うよ。俺も浴衣だと思う。理由なんかねえよ。あ、そう？なんでだよ。俺は困っちまいすんな、俺言われたら。浴衣？うん。まあ、浴衣は浴衣でなんか脱がしがいはございますけど。そこかい。そういう楽しみじゃない。そこかよ。そういう楽しみじゃない。あの、ほん、あの、はだけてる感じは好きとかじゃない？じゃあ、全然じゃあ、やっぱ、どういうのが好き？髪を上に上げてるところとかね。わかるわかる。長い髪のことかね。あの、ショートの子が一番涙目見るときね。そう、まあまあ、そうね、あげられないからね。私何も変わらないんだよ。でも、それはそれでいいんだけど。まあ、浴衣ってやっぱ特別な時にね、しか多分着ないと思うし。そうだね。でも水着もそうじゃん。水着だって海行けばみんな着てるやんけ、だって。そうか、うん、でもそんなお祭り行ったらみんな来てると一緒やな。まあでもお祭りってそうそうないじゃん、だってさ。まあね、夏特有だよね、うん。プールとか行けばみんな水着だし。そうか、俺水着好きだからな。スペシャル感が。じゃあ、手塚はどっちが好きなんですかね。手塚ってどっちだ俺も完璧に。手塚ってどっちだ俺も別に、これ分かっちゃうよ、ね。全く読めない。これキャラじゃなくてもう中の人の好みだよね。俺も今そうだ、ね。中の人の好みだよ、本当に。キャラとしては分からないね。あ、まあ。それこそ原作者に聞かないと。そうだね。これは完全に有川ヒーロー頼みになります。有川ヒーロー頼みになりますけど、じゃあちなみに鈴木くんは、俺はつい最近までは浴衣だったの。何やったんだ。つい最近までは浴衣だったんだけど、この間ちょうどあのネットニュースでさ、そろそろこういう時期だから、あの水着コレクションとかのさ、なんかこうモデルさんたちのこうなんかショーみたいなやつのキャプチャーが載ってたのね。それ見た時に、あ、俺水着好きだと。いや、まあ嫌いじゃないけど、どういうタイプの水着がいいの？ビキニ。あー、ビキニか。なんかね、やっぱりね、水着ってね、下着よりもエロいよ。エロいね。だからさ、よくよく考えてみ、はいはい、下着って、要するに、こう、もう、あとそれを取ってしまえば生まれたまんまですっていうことじゃん、はい、そうですね。で、水着って、はい、同じことやん。同じことですよ。要するに、ビーチ歩いてる人たちは下着って考えても同じわけよ。そうですね。そうやって考えると超エロい気分だよね。そうですね、わかりますよ、それは。すごい勢いで、ものすごく興奮するシチュエーションだと思って。そうですね。もう本当に中学生かってぐらいちょっとね、行動にするほど俺喜んでしまったな。ああ、なるほど。もうプールに行けば下着見放題じゃないかと。すごいじゃないかって。そういうことですよね。ウハウハじゃないかって。わかりますよ。それは思ったね。そう、浴衣は浴衣でいいんだけどね。浴衣はやっぱりなんかね、夏祭りの時にバイトしてた時の、あの、帰り際にみんななんかこう、もみくちゃにされた後の浴衣がはだけてる状態で物を買いに来るから、大概が下着が全部見えている。そういうのは別にいらないから、そういうレポートはいらないから。ドキドキしたね。ドキドキするけどね。しかも軽くほろ酔いな方とかでね、そうですね、あのバッグの中の財布とか探してるとね、もう全部見えてますよっていう。そうやな。そうやな。何か見えておりますよみたいな。見えてます。大丈夫ですか？ごちそうさまですっていうことはね。言えないですからね。ありましたけどね。なるほどね。まあまあ。ちょっとこれさ、丸とか×とかあんの？これ。これはよくわからない。これはもうあります。今日判定する方が他にいらっしゃる。まあ、千葉さん、ちょっと、とりあえず、メール読んでるんで、ちょっとしばらく飲んどいてください。ラジオネーム、サイさんからいただきました。ありがとうございます。夏になると気が緩むと言いますが、いろいろやらかしてる。ダメージ受けてるわ。だんだんとこれ。本当に飲んじゃったって。飲めって言うから、君たちのために飲んでるんだから。はい、夏になると気が緩むと言いますが、いろいろやらかしがちになりませんかということで。はい、そこで記憶が鮮明ではないが、どうやら酔った勢いで、同僚と一夜の過ちを犯してしまった。朝目が覚めると、お互い裸でベッドの上に、こんな時何と言いますか？何？どういうこと？これ完全にファンタジーだぜ。どういうこと？これやばい。完全にファンタジーが来た。これなんだよ。わかんねえよ。これ新しいタイプだよ。何を言えばいいんだよ。要するに道場と手塚が、まあ、原作ではないけれども。全くないですけど。まあないことですけど、同僚と一夜の過ちを犯しちゃった。酔っちゃった勢いってことでしょ？そう。だから、俺らで言う、だから、もう、いつもで言うシャッフルですよ。はい、シャッフルですね。だからいつもだったら、こう、道場行く、手塚あさこ、なってたのは、逆になっちゃったかもしんない。なっちゃった、一夜だけって。いや、やだな。うわ、痛え。考えたくないな。痛え。考えられないな。痛えし、なんか想像するのも辛いし。やだな、それは。うわそれは、これ痛いな。いや、しないよ、彼は。でもまあじゃあそうじゃなくてもいいや、じゃあなんか全然違う別の同僚だったりとか誰かとやっちまったぞと、
おうシットとなった時の朝起きた時の道場教官のお答えはこちら。責任は取る。はい。取っちゃうの？取るでしょ、だって彼だったら多分取るよ、そのままきっとお付き合いするよ。あー、うん、そっか、うん、違う図書館戦争が始まっちゃった。どういうことだよ、どういうことだよ。違う図書館戦争、パラレルワールド始まっちゃった。平行世界の図書館戦争が始まっちゃった。何が始まってしまった。いや誰だろう主人公。じゃあ手塚だったらどうしますか。手塚、手塚くんの答えはこちらです。え、あ、ごめん。謝る。そう、ありだね。ありそうじゃない。ありそう、ね、一番なんかありそうな、うん。何がごめんなんだろうね。何がごめんなのかね。付き合えないっていうことなのか、それともやっちゃったことがごめん。ごめんなのかね。わかんない。全部。深いごめんだよ。確かに深いごめんだよね。ごめんやね。え、ちなみに前のだったらどうなる。俺。うん、あ、ごめん覚えてねえ。ひげ。だってそうですよ、ね、覚えてないと思うんだって。酔った勢いでね、覚えてない、何やったんだろうみたいなね。あ、それはね、酔った勢いで覚えてないってやつだもんね、うん、だから分かんないですよね。それはあるね。じゃあ鈴木くんの答えはこちらです。覚えてないし、とりあえずもう一回やっとく。あかんだろ、ダメだろ。まあね、記憶残しておきたいからね。残しておきたい。気持ちいいすら分かんないから。分かんないから、覚えてない。そうだね。それだったら、もうここまで来たら、いっそやっちまえと、もう一回。もう乗りかかった船ですよ。一回も二回も同じやろと。もうそんなもんオールこいどけっていう。せやな。対岸側まで行くところまで行ったれと。行ったれと。お前も行かしてろ、そんなもん。なるほど。いや、今のは危ないよ。今のは非常に軽率な気持ちだけど。いやいや、ギリギリ何の話だったか。もうさっぱりでございますね。まあそんなことでございますけど。どうなんでしょうね。千葉さんだったら一体、俺さ、そういうシチュエーション憧れるけど、千葉さんは赤いやろ。いや、まあ、てかさ、俺ここで発言することによって、あの、次回からあの会社にいないかもしれない。いや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 、いや、行ってもこういろんな人生経験をされている方ですから、一つの人生経験でも、まあそういう経験なかったというふうなことでもいいんですけど、もしそうだったらこうなるなっていうのは、あれどうだろうね。でもなんかあれかもね、たつさんと一緒かもね。とりあえずもう一回。やばい、やばいよ、やばいよ。俺さ、はい、順平、波につついて、波ついて。最悪だ。どう、うわ、飲んで。もう一回やるか。これさ、ダメだよ、もう一回やっていかん。盛り上げるためですから。行ってきますか。行ってきますか。とりあえずね。はい。また飲むの。せーの。次行こう。苦いですからね。そうでもしないでやってらんないです。やってられないですから。さあ、そんなわけでございまして、皆さん、道場教官に教えてほしいこと、手本を見せてほしいことなど思いついたら、どんどんメールを送ってくださいね。以上、教えて道場教官でした。